visiting our channel, today I'm gonna be talking about my OCD tendency and perfectionism. 前回は ADHD tendency についてお話ししました。今回は OCD tendency と完璧主義についてお話しします。OCD も私は診断を受けたことはないので、tendency、傾向があるとしています。ネットで簡易的な OCD のチェックシートを見つけました。私はこの5つ全部当てはまってます。前回の ADHD もそうでしたが、この5つも全て私に当てはまっていると彼にも言われました。1番については、自分の中の手洗ったり、トイレとかお風呂のルールがあって、それの通りにやらないと気が済まないルールがあります。掃除も彼にやりすぎだと言われます。2番はなんかミスしてないかな、忘れてないかなっていうのが怖いので、自分のスケジュール帳やトゥドゥーリストを1日に何回も何回も見ます。時計においてはもう1日に何十回何百回見てるか分かりません。3番は私が質問の意味をちゃんと理解してるか分からないですが、最近のことでも何年も前のことでも関係なしに、自分が昔やったミスがふっと頭の中にフラッシュバックで浮かんできて、わーってなることが一日に何回もあります。4番は前回の ADHD の特徴とごちゃ混ぜになってるんですが、順序立てが苦手で気が散りやすいのに、自分が決めた通りの順番でやらないと気が済まないので時間がかかります。5番は一応自分の中で決めてるルールが細かいのがいっぱいあるんですけど、昔よりは例えば人が途中でなんか割り込んできてもフレキシブルに対応できるようにはなってると思います。左右対称はそんなにとは思うんですけど、自分で何が普通かわからないのでよくわかんないです。散らかってる部屋とか洋服屋さんでこう棚の洋服がぐちゃぐちゃになっているのとか耐えられないですが、そういう物質的なものよりはさっきのフラッシュバックとかみたいに自分に対してのルールとか規則、こだわりとかの方が強いかなと思います。几帳面差で言ったら私より彼の方が全然几帳面で、私は結構適当です。この自分に対して厳しいとか自分のルールがたくさんあるっていうのは完璧主義にもつながるかなと思います。この本に書かれていたんですが、何が何でも完璧にしなければという思いの中には際限がありません。イメージで描いている完璧さや完璧にしなければならないという思考には実体が存在しません。実体がなければ完璧を目指してもその完璧を完成させることは不可能なのです。掃除でも美の追求でも何か取り組んでいるプロジェクトや勉強でも終わりはないと思います。例えば実体のない完璧の美を追求すると度を越した整形とかしてどっかの恐ろしい芸能人みたいになってしまいます。取り組んでいるプロジェクトでも実体のない完璧を求めすぎるときっと永遠に完成させることはできないと思います。やはり全てバランスが大切だと思います。バランスの取れた完璧主義だったらクオリティの高い作品を仕上げるのにそれは優位に働くでしょう。しかしバランスの崩れた完璧主義だと過度な期待だったり完璧を追求しすぎるために自分を苦しめることにつながってしまいます。何の本だったか忘れちゃったんですが、面白いことが書かれていました。目の前の仕事も終えていないのに部屋をピカピカにするのはやめましょう。これを読んだ時に完全に自分だと思って笑ってしまいました。 ADHD の本にも同じことが書かれていたんですが、あと1分が裏目に出る。 OCD Tendency の範囲の人は手を止められないって頭では分かっているけど、これ以上やったらやりすぎ、これ以上やったら次の用事に遅刻するとか締め切りに間に合わないっていうのは分かっているはずです。この気づいた時に心を強く持って止まることが大切です。やりたい衝動が猛突進している感覚が体の中にうずいている感じ、とってもわかります。これも訓練です。テンデンシーの範囲の人は自分でコントロールできる範囲があるはずです。それを少しずつ少しずつ、手を洗う回数、スケジュール確認、ガスの確認、語尾を繰り返しているのに気づいた時、
少しずつ少しずつ自分でコントロールできる範囲を増やしていきます。そして自分の脳に教えなければいけません。完璧など存在しない、それをやり終えなくても特に何も起こらない、これはとっても大事です。 OCD やパーフェクショニズムの人は二分思考、白黒思考で作り上げられた自分のルールの塊の中で生きています。これができてないと自分はダメ人間だ、これをしなければ悪いことが起こるとか、自分のルールを何年も続けているので、その極端でその間がない凝り固まった思考を信じて生きています。なのでその間がある、間はあってもいいとまず知らなくてはなりません。私の例ですが、今日必ずここの掃除をしたいんだと思っていても、別に締め切りがあるわけでもないし、そんなに生活できないほど汚れてるわけではないので、誰も困ることはないと自分に言い聞かせます。他には、彼が帰ってくるまでに食器を洗っておかないとダメな彼女だって思われると思って、時間がないのに無理して食器洗いをしようとした時に、頭を現実に戻して、絶対彼はそう思わない人だって知ってるっていうことをちゃんと思い出して、そう思ってるのは彼ではなくて自分だということに気づく。疲れてたらしなくていい、時間がなければしなくてもいい、体調が悪かったら彼に頼んでもいいっていうくらい、少しずつ自分のルールを緩める練習をします。例えばあなたがやっているプロジェクトがあって、完璧を求めすぎてて全然デッドラインに間に合わなさそうっていう場合に、あなたが OCD でパーフェクショニズムだったら、多分もうその時点で他の人より頑張ってるし、その時点で十分な出来に仕上がってるはずです。このように頭を現実に戻し、極端になっている間を自分で少しずつ作っていきます。私のように休む人は怠け者でダメ人間だとなぜか信じているものがあって休めない人は、スケジュールの中にダラダラする、何もしないっていう予定を組み込みます。そうすれば予定とかプランなので、その OCD 的なしなければならないっていう考えが多分働くので、逆にそれを利用しちゃいます。OCD に効果的なトリートメントとして、先ほど少しお話しした白黒思考に挙げられるような CBT 認知行動療法の勉強をお勧めします。なぜそのような思考や信念が出来上がってしまったのかっていうような、自分の深い深いところに根付いているものを知ることによって、その凝り固まった思考をほぐすのに役立ちます。不安症や心配症が過度に反応したものが OCD につながっています。不安や心配は脳の扁桃体と呼ばれるところで起こっています。OCD の人はこの扁桃体が活発に働いています。HSP も扁桃体が活発に動いていると言われています。この扁桃体を鎮めるのに一番有効的だと言われているのが瞑想です。1日に5分10分からでもいいので、ルーティーンにぜひ取り入れてみてください。本当に本当に難しいんですが、一番いい方法は楽観的になるです。できたらいいなって私も本当に思うんですけど、自分に取り入れられるものから少しずつ始めていって、自分のルールを少しずつ緩くしていきます。時間をかけてもいいので、その中でゆっくりゆっくり自分の中のバランスを見つけていきましょう。今日も見ていただきありがとうございました。 Thank you so much for watching. Have a beautiful day. Bye.